前に放送です。あのこのタイミングであの次の衆院選の出馬を決められたというのは、やはりその政治資金パーティーので不記載であったことの責任を取られたと考えていいんですか、それとも先生のご年齢の問題なんでしょうか。いや、不記載、不記載と、そうそう、その政治資金を招いたということを今日申し上げた通りでございます。年齢の制限があるか。年齢制限ないんですけど、お年を考えたということはない。そんなことないです。お前もその年来るんだよ。じゃあ今バカ野郎と言いましたね。二階さんこそバカ野郎です。税金泥棒の温炭賃。バカ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 。男遊びの三拍子、うつつ抜かして泣きつら、バカは死ななきゃ。